東信玄町は城花から旧若杉集落、唐木峠、大峠を通り那須谷、下那須集落に通じる当時の主要道路旧五箇山街道の玄関口として西暦1650年に開庁され、江戸時代より360年以上の歴史ある町内です。また繁華多商、牧歌を中心に町並みが形成され、明治時代からは絹織物の工場が軒を連ね、一般の家にも織機があるくらいに絹の町として城花の発展に貢献した町内でもあります。現在もその面影が残っており、昔からの情緒を味わうことのできる町内でもあります。城花といえばこの麦屋祭り、ジャントコイン麦屋などが行われるこの通りも大変街並みが美しく、初めて来られた方もこの街並みを歩くだけでとても雰囲気がいい絵になると大変喜ばれるというふうにも聞いております。その街並みの風景も思い浮かべながら、どうぞこの麦屋踊り、麦屋祭りお楽しみいただければと存じます。今日は東信玄町の皆さん、土井千草、麦屋武士、古代人、そして四つ竹武士を披露してくださるということです。小さいお子さんもたくさん登場されるということで、雨の中少し、ステージの方も滑りにくくなっているかと思いますが、十分注意して踊っていただけるということですので、皆さんもぜひ応援をして差し上げてください。それではお願いします。それではただいまより東信玄町内の舞台をご披露申し上げます。まずは土井千草節でございます。子どもたちの元気いっぱいの踊り、ご覧ください。土井千草節でございます。